はーい、どもれです。今回ですね、こちらの海賊同盟に挑め弟 vs 兄ということで、シーメンの方が来ましたので星10の方に挑戦していこうと思います。まあ、今回難易度としてはかなり高めだったかなとは思ってますかね。で、まあ、今回の編成なんですけども、本気周回編成ということで、自分が持ってるキャラで一番ねポイントが稼げる、編成を組んできましたので、ぜひとも参考にしてみてください。で、まあ、エースを船長にしつつね、フレンド船長ルフィと、で、まあ、今回の新規の2体と、猫&犬超進化5と、前回のイベントのヤマトといった形になってます。で、まあ、エースとね、ルフィに関しては逆でも大丈夫ですので、ルフィ持ってる方はフレンド船長をエースにしてやってみてくださいっていう感じですかね。うん。まあ、今回なんですけど、まあ、ルフィが今回ちょっと優遇されている感じになってますんで、ルフィ持ってる方はね、結構編成組みやすいのではないかなとは思っております。で、今回ね、初めてなんじゃないかな。1階から7階まであるんですよ。長ーっていうね。長ーっていう。まあ、なんで7階まであるかと言いますと、多分ルフィの船長効果のせいかなとは思ってますかね。まあ、ターン数だったり敵の撃破数で、船長効果が強化されるっていう効果になってますので、まあそのせいで7回まであるっていう形にはなっているのかなと。まあ、なんで周回するのはちょっと大変かなとは思っているんですけど、まあサクサク周回していこうかなとは思ってます。で、まあ1回からね3回まで特にない雑魚キャラが来ますので、そこまではタップで削っていきましょう。さあ、ということでやっていきましょうか。よいしょよいしょ。まあこんな感じで削っていきましょう、とりあえず。よいしょ、オッケー。で、なあ、2階も同じですかね。タップで削っていきましょう。よいしょよいしょ。ボトン超連携発動された。よいしょ。無駄ですね、超連携別にいらんわこんな雑魚戦で超連携いらんわ。さあ、ここも同じくタップで削っていきましょう。まあこんな感じで削っていけば大丈夫かなとは思ってます。で、4回ですね。まあ、ここではダダンが来るんですけど、4回で割合ダメージ 30% ぐらいかな、 33% ぐらいかな、うん、3分の1ぐらい削られているので、まあそれぐらい食らうと思っていてください。で、まあここで猫マムシ&犬嵐入れ替え使っておきましょう。で、あとはタップで削っていきましょう。まあ最後ルフィにしておけば全然火力は出てくれるかなとは思ってますかね。まあこんな感じで削っていきましょう。オッケー、余裕ですね。で、5回では右側封じ、6ターン、そして威圧が3ターン来るんですけども、ルフィの船長効果の方って封じは完全解除されてますので問題ないですよと。で、威圧ってなんだっていうね、威圧ってなんだっていうところなんですけど、まあガープがね先ほど喋っていたと思うんですけど、まあこのね、特定の状態以上のターン数や効果を減少させるっていう、まあここに出ているんですけど、攻撃上昇だったり属性相性強化など、まあこの2つですかね、が、まあ例えば3ターン付与されていたら2ターンになってしまうっていう効果になってます。うん。1ターン減少されるのかなっていう効果ですので、例えば1ターン攻撃上昇とかをかけてしまうと、打ち消されてしまいます。なので気をつけてくださいという形にはなってますかね。で、まあ多分必殺技発動時の時のあれだと思うので、多分これ猫&犬が入れ替えでスロット影響上げたとしても、これは減少しないですよ。なんで必殺技発動してでの、攻撃上昇だったり、属性相性強化が減少されると、まあ多分超過のやつも減らないんじゃないかなとは思ってます。まああとは大丈夫ですかね。タップで削っていきましょう。まあ、最後猫&犬にしておけば問題ないかなとは思ってます。いきましょう。 OK、 よいしょ。まあ、十分火力が出てくれますね。さあ、まあ全然大丈夫ですね。猫犬使うまでもないっていうねで、6回ですね。いや長いな。で、6回では、そのギミックが変わってくるんですけど、エースだった場合はフリースロット変換、そして上段封じ5ターン、攻撃力ダウンが5ターンで、防御アップが4ターンです。で、サボもいるんですけど、サボの場合は船長効果無効が5ターン、しびれが5ターン、一定以上ダメージ軽減が4ターンという形になってますので、まあ把握してください。で、まあ今回エースということで、エースの場合は、こちらを使いまし
ましょう。防ギャップ解除できますので、これ解除していきます。うん、で、ここでこのキャラも一緒に使っちゃっていいかな。うん、ここで一緒にこの2体は使っちゃってもいいかなとは思ってますかね。攻撃上昇と属性相性強化が、3ターンずつという形になってます。でサボの場合はルフィも使ってしまいましょう。まあエースの場合でも使っちゃっていいかな。うん、必殺技も使っちゃいましょう。まあこれで攻撃上昇だったり、戦場効果無効も解除できるという形になってますので、大丈夫かなと思ってます。でまあ一定以上ダメージ軽減もこのキャラかな、このキャラが解除できますので問題ないです。であとは大丈夫かな。うん、あとは大丈夫なような気はします。あとは行きましょうか。タップで削っていくんですけど、まあ、最後ルフィとかエースにしておけば問題ないかなとは思っております。いきましょう。よいしょ、十分火力は出てくれますね。うん、問題なくいけそうですね。で、まあここがね、そうギミックが変わってくるってとこがね、今回難しかったかなとは思うんですけど、まあこれランダムなのかね、あのランダムじゃないのかっていうのもあれなんですけど、まあなんか前までは船長の属性によってこのサボだったりエースの入れ替えが変わっていたりっていうのもあったんですけど、なんか最近はランダムみたいな感じにもなっているので、なんとも言えないんですけども、うん、まあどちらとも来ると予想しておいた方が、対処しやすいかなとは思ってます。で7回ではですね、上段下段お邪魔スロット変換で痺れが3ターンで繊維巻き戻しが2ターンで中段下段封じ8ターンで威圧が3ターンという形になってます。でまあ、今回の威圧は攻撃スロット属性相性強化が威圧されるという形になってますかね。まあここではそうですね、まずエースを必殺技使いまして、上段と下段のスロットを上段、連スロットに変換する形になってますかね。でルフィの超過を使うことで、その何ですか、繊維のね、膝短縮2ターン短縮できますので、巻き戻しも解除できると。で、ここでヤマト使って、そうですね、激アジの行動で、約1万5000ぐらいかなのダメージが来るので、念のためヤマトを使って軽減状態にしておきます。うん、であとは、エースの超過を使って耐性下げですね。で一応ね、今回この攻撃上昇だったりスロット影響だったり属性相性強化がなんかこう出てるっていうじゃないですか。あでもあもうかかってんのかこれ。今例えばですけど、猫&犬の必殺を使ってしまいますと、攻撃とね属性相性強化を一旦 2.25 倍にするんですけど、まあ、やってみた感想では必殺技打った瞬間に一旦減少されて、なんか なかったことにされてしまいます。まあ、なので、一旦上昇とかのエンハンスはね、この7回ではかけないようにしておいてください。でまああとは大丈夫ですかね。このままやっていきましょうか。まあ全然火力も出ると思いますのでやっていきましょう。まあタップで削っていけば問題なくいけますかね。はい、で最後エースで倒すと、はい、十分火力も出ます。でサボが最後に、激アジュの行動で、多分1万5000くらいなんじゃないかな。5700だもんね。あでも5700か。ヤマトの効果が5000を超えるダメージを 80% 軽減っていう効果なので、700残ってて 80% 軽減ってことは5倍になるので、まあ8万とかなんかそんな食らわないね。だから1万ぐらいのダメージなのかな。うん、まあそこはどうなるかわからないですけど、もしくはですけど、ちょっとあの読み間違いの可能性もあるんですけど、ワンチャンこっちの可能性もあるんですけど、5000超えた場合は、5000を超えるダメージなので、もしかすると今5万5000ぐらい食らいました、それを 80% 軽減されたものになっていた場合、これの5倍になるので、2万5000とか3万ぐらいですよね。うん、ぐらいのダメージなのかな。まあどちらにしろね、ヤマト入れていればしっかり軽減できますので問題ないかなとは思っております。でまあ今回ね、本気周回編成ということで、組んでみたんですけども、まあ今回新規を結構使ってしまっているので編成しづらいとは思うんですけどね。まあ今回はまあ今回これで許してください
で一応初心者編成だったり、ちょっと組みやすい編成もね、今後出していこうかなと思ってますので、ぜひとも参考にしてみてください。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっておった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。